呪い、オーブ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話、セーキバルバルのゾッとする話。どうだジュニアさん来てるやん。セーキさんがものすごいゾッとする話持ってきてくれてるんで。本当っすか。なんでおーって言うてんすか。自分が言うてる。新しく始めたこのシリーズコーナー、前回なんと高評価1万超えていただきました。おー思てもう本当にえー思てえー思てえーだなこれな。確かに本当にありがとうございます。ありがとうございます。モチベになって第2回やろうってなったので、ここからねまたやっていこうと思います。本当にありがとうございます。今回からゾッコアっていうシリーズで、おー、略してなるべくかここにゾッコアって書くようにするんで、うん、皆さんお楽しみにしていてください。イエーイ。本日もホラーマニアの私が3個のお話、ゾッとする話をやっていこうと思います。また怖いんですよ。もう怖い話をするね、うん、君は本当にやばい目してたよ。どうに言うた、俺聞こえてるね。あっちやね、めっちゃ一言してる、こっち側なの。ドン、いつも何も聞こえなかった。いつものじゃない、もうマジもっと重たそう、ちょっと爆発したぐらい。なんだろう、ボーンって感じ。さあ早速一つ目の話です、はい、マンションのお話です。マンション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 ってまた怖いな。マンションの男っていうお話なんですけど、女性がマンションに住んでいました、うん、でまあその女性が疲れてまして、疲れてクタクタで帰っていました、うん、でマンションなんでエレベーターあるでしょ、うん、エレベーターでこうのうわっつ、え、何何何音がしてるよね。え、聞こえた。俺聞こえない聞こえない、うん、全然。それはおかしい。あれ聞こえない。それはおかしい。バチバチバチ言うて、え、絶対入ってる今の。聞こえない聞こえない。この2人だけど、うん、めっちゃびっくりしたもん。でエレベーターで乗りました、うんうん、そしたら男の人が乗ってたのね。帽子とかも目深にかぶってて、あ、不愛想な感じ、うん、なんか超怪しい。そうそうそう、うん、その人がもうそそくさとバーって開いた瞬間に出てったの、うん、本当に肩がぶつかっちゃったの女性が、うん、で見たんだけど顔も合わせない、こっち見ないでバーって歩いてって、うん、まあその日普通に家帰ってゆっくりしてたわけですよ、はいはいはい、そしたらピンポーンってなって、なんだろうこの時間にと思って、夜の10時ぐらいですかね、見たら警察がいるんですよ。でまあ出るじゃん、うんうん、どうしたんですかみたいな。そしたらこの家で殺人事件が起きました。このマンションで殺人事件が起きてるんですけど、どなたか不審な人を目撃しないですかって聞かれて、まあ、ちょっと心当たりあったじゃん。あ、まあ、おー、なんかね、だけど疲れてるしめんどくさいじゃん、うん、これ話聞かれるのめんどくさいなと思って、その女の人は嘘ついて、もう、見てないですねっつって、うん、あ、そしたらもうその警察官が、わかりました、ご協力ありがとうございます、あ、結構すんないって言って、ドア閉め、うん、帰っていきました、うん、次の日ですよ、うん、ニュース見てたら自分のマンションが映されてるんですよ、うん、おー、あ、自分のマンションが本当にあったんだ。そう、本当に殺人事件が起きてて、本当に物騒だなと思って、よく見てたら犯人の映像流れるじゃないですか、うん、あ、犯人が警察官と同じ顔してる。警察官が殺人犯、違うんですよ。え、これ実はぶつかった時に自分の顔を見られてないか、犯罪者として怪しまれてないかってことで、警察の格好をして取り調べる。うわ、だからその時に 見ましたって言ってたら多分行かれてる。うわ、やばい。それこれがね、結構1個目の、嘘ついてよかったやばい。あ、そっか、それで嘘ついてよかったやばい。あ、そっか、それでよかったやばい。あ、そっか、それで てか、さっきからキーキーってない。そう、どこだ、こっち全然見えない。なんでこっちが俺ら近いの。それは俺も聞こえない。ほら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 、聞こえない。え、何もよ、何もない。俺だけ聞こえてんの、これ今来てんの。それはやばい。俺だけ今まで、今ずっと、まあ、今収まったけど、収まった。やばい、ちょっと、いや、俺、何も聞こえないぞ。何すか。2つ目のお話なんですが、お父さんっていうお話なんですけど、女の子がいまして、ある日自分とあまり仲の良くない担任の先生がいて、血相を変えて、何々さん、もう今すぐ職員室行ってくださいみたいな、うん、もうランドセルまとめて行きました、その小学生が、はい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 、そしたら校長先生がいて、落ち着いて聞いてねって言われて、うん、
仕事先でお母さんが倒れちゃったから結構危ない状態だから急いで帰りなさい、うん、今お父さんが向かってるからとりあえず用意だけしてなるべく急ぎなさい。校長先生がその話をした時にその女の子が震え出して、うん、もうめっちゃ覚えてるの、うん、みたいな、うん、まあ普通にお母さんが亡くなりそうっていうその緊急事態で怯えてるのかなと、あ、まあ、そう捉えることもできたんだけど様子がおかしいなっていう、うんうん、思って校長先生がどうしたのって聞いたら私お父さんいないです。えじゃあ迎えに来てるお父さん何、お父さんいないのにお父さんと名乗る人が今迎えに来てる。怖っ。そいつが何、それを言って学校中大騒ぎになって、まあ、結局お父さんみたいな人は入れなかったんだけど結局その人は誰だったんだろうかっていうガチの実話です。これは実話なの。これしかもこれ実話です。えぐ、その男やばい、やばい。でも本当に性犯罪とか、あ、誘拐犯とかはこういう手を使ってくるかもしれない。結構使ってきた。使わねえよ。そういうのに興味ありません。私は7回ぐらいしてるでしょ。違えよ。この手があったかって感じ。違えよ。怖い。一番怖いわな。違えよ。ひらめいちゃった日なんで撮影終わってメモメモじゃねえ。メモ。続いて本日最後の話、夜中のビーチバレー。結構有名なんですけどめちゃくちゃ怖いです。はあ、あるカップルがいて夜中ドライブして海行きました。そしたらビーチバレーしたいな、うん、まあバレーボール持ってきてたからビーチバレーするかっつって、うん、カップルでしようと思ったらもう先にね2人のカップルがいました、うんうん、先着のね先のカップルがビーチバレーした。で一緒に遊ぼうよって話しかけられて、まあ、別に断る理由もないなと思ってビーチバレー一緒にすることになって、うん、やったんだけど、まあ、普通にやるじゃないですか、うん、あ、男がポンってちょっと軽く飛ば遠くに飛ばして、うん、で拾い行くじゃん、うん、相手の人たち。その時にちっちゃい声で次めっちゃ飛ばす遠く飛ばすから猛ダッシュしてもう車に逃げろと。おん、彼氏がいました。え、彼女よくわからないけどまあわかった、はい、つって次のゲームでバーン飛ばして本当にそのまま何も言わずにガン出して車行って、うん、で彼女がどうしたのつって、うん、楽しくやってたじゃんみたいな、うんうん、そんなんおかしいでしょみたいな感じで切れてたんだけど、いや全部ずっと俺見てたんだけどよく見ると全部を逆手であの人たちバレーやってた。あぁ、うわ、打つのも返すのも全部逆手でやってた。うわ、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 逆手っていうのが、うん、あの死の世界での拍手を表すの。ほう、あよくあるもんね、裏拍手はやばいみたいな。だからあの人たちは完全に霊だと。うん、うわっ、マジでやばい。それはもうマジでやばい。何、怖いって。もう本当にダメ、やばいって。何ガタンってやったやつ今。何、違うでしょ。え、これだけ。何声、男の声。どういうのへーって。そう、え、今まで聞いたことないレベルのデカさ。全然聞こえない。全然聞こえないよ。一緒にびっくりしてんのかと思った。違う。怖かった今の話で。話で怖い感じになってるからすげえびっくりしたわ。これやだ。うわ、ちょっと、だー、なんか落としたじゃん、今したよ。してない、してない、してない。さって今、さって落としたでしょ。何もしてないって。もう言えないわ、俺。やだ。ほんとやっちゃいないよ。ノリ言って。あ、なるほどね。めっちゃ怖いやん。ちょっとやばいんで、着地だけノリにやってもらいます。この話をして、言ったらあの、彼女がすごーい、すごーい、うっ、きえー、もういやー、もう本当無理、ついってこの話。何やりたくねえわこれね、マジでこれ本当やらない方がいいみたいなんで、つけないでください。冗談でもやっちゃダメだよ。ダメで、その後速攻で起こして、しかも記憶なかったらしい。いやもうね、もうちょっと臨場感ある感じでお伝えしたかったんですけど、もうちょっと俺こんな感じになっちゃってるんで。怖っ、マジ。今日の最後は、これで終わりということで。どうでしたか、ゾッとする話。皆さんは面白いでしょうよ。君たちも面白かったじゃない。面白かったけどもう怖いわ。二重の怖さがあるんだもんだって。話す人がいや良くないのかもしれない。結構感じやすいから正義はそういうの。また光ってんのさ、光また。ということで、怖かったなと思ったら皆さん、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。お願いします。グッズ再販のサイトがパンクしたと。アクセス多すぎてパンクして、
新しくなったサイト、再販ができるサイトが今概要欄にありますので、そこからシャツとキャンプ、SE の新グッズ、再販残りわずかとなっていますので、これ動画出してる時に売り切れてるかもしれないんですけどそうだ、ね、まだあるかどうかわかんないですけど、あれたらもうぜひ見てみてください。ということで次の続行でお会いしましょう。バイビーバイビーバイビー。怖いんですよ。もう怖い。嘘ついてよかったよ。あ、そっか、それで、うん。